本日の農島 T リーグ男子2019-2020、この後勝利インタビューを行います。勝利を決めた男、陣拓也選手に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。まず試合が終わった今の気持ちから聞かせてください。本当に最高です。あの T リーグ初勝利なので、本当にファンの皆さんの声援が大きな力になりました。ありがとうございました。特に我々試合を見てて、陣選手もう手を挙げるとき、ベンチよりもあちらのこの TT 埼玉のサポーターに向かって拳を突き上げてたように見えました。もうやっぱ無意識にたくさんの声援いただいているので、やっぱ自然とそっちの方向いちゃいましたね。まあ、ただ困った顔して監督とコーチの方を見てて、岸川さんと坂本監督に困らせたと思うんですけども、本当にベンチの仲間とサポーターの皆さんに勇気づけられました。昨年途中入団で最終戦で敗戦しました。そして今日初勝利、そして今シーズンはキャプテンとして挑むシーズンで、 TT 埼玉としてチームとして、そして個人としての目標を最後聞かせてください。はい、もちろんチームとしては優勝しか目指していませんし、まあ、選手スタッフもちろんですけど、ファンの皆さんもそれを待ち望んでいると思うので、まずはもうチーム一丸、誰が出ても誰が勝っても負けても、とりあえずチームで勝利をつかみ取って最後ファイナルで優勝したいと思っています。その中で私が、まあ、今日はたまたま出たんですけど、その中で勝利を収めてチームに貢献できればと思っています。はい、ということで素晴らしい活躍を見せてくれました陣拓也選手、ありがとうございました。